はい、ということで今日もですね、電気自動車関係なんですけれども、今日はですね、まずこれテスラがですね、わかりますよね、電気自動車のテスラですよね。テスラが EV の販売の勢いがですね、ちょっと鈍化してきていて、それでですね、まあ値下げをしたんですよね。そしたらそこからのですね、株価の大暴落みたいなね、だいたいそんな感じですかね。今日はね、こういった話です。あとですね、テスラの他にもちょっと EV 関連のニュースいくつかね、話をしていくと思います。はい、ということでこれまずですね、さっき言った話なんですけれども、テスラがですね、1月6日にまず中国で値下げを発表しました。値段下げるっていうね。で、これですね、なんで値下げをしたかっていうと、やっぱりこれですね、中国での販売台数っていうのが目標を下回ったんですよね。これがですね、中国だけじゃなくて世界全体でそうなったんですよね。ちょっとね、販売のね、売れ行きが鈍化されてきてるって、そんな感じなんですけれども、で、これがですね、テスラの四半期の販売台数が目標を下回ったのが2年ぶりなんだそうです。まあね、これ、まあ、言ってもね、めちゃくちゃ目標を下回ったかっていうと、ざっくり言うとですけれどもね、例えばこう、前の年の同期比、前年同期比の 1.5 倍を目指してたけれども、売れ行き。ただこれがね、ちょっと 1.4 倍になっちゃったって感じなんですよね。まあ、それでも初めてみたいな感じのことですけれどもね。だからね、まあ、すごい成長はしてるはしてるんですけれどもね。で、さらにですね、中国ではめっちゃコロナっていうのもあるし、あとですね、多分こっちの理由の方が大きいと思うんですけれども、今中国ではですね、中国のEV 自動車メーカー、まあ、自動車被ってるか、EV メーカー、BYD とか、安いですね、EV がすごい売れていて、ちょっとですね、テスラの販売シェアってのが減ってきたんですよね。これ本当なんですよね。で、そういうこともあって、中国での値下げに踏み切ったんですよね。これがね、1月6日の出来事です。で、これがどれぐらい値下げしたかっていうと、1台あたりですね、30万円から80万円の値下げ。だからまあ、モデルにもよるんですけどもね、30から80万円の値下げをしたと、中国で。で、これテスラにとってですね、中国っていうのはアメリカと並んでめちゃくちゃ重要な市場ですからね。あ、ただこれね、ちょっと中国らしいっていうか、これもちょっと紹介したいんですけれども、今回のこの値下げで、もうね、怒った人が多数いたみたいで、比較的最近ね、値下げ前にテスラを買った中国の人がすごい怒って、でですね、テスラのショールームを襲うって事件が起こってるっていうね、まあ、中国らしいっていうかね。まあね、でもちょっとこれ言いたいんですけど、これね、もうしょうがないことなんですよね。僕もですね、会社とかやってたんでね、すごいわかるんですけれども、誰もね、怒ることなく商品の値下げをするってことはね、もう無理なんですよ。不可能なんですよね。だってね、最近買ったから俺もね、値下げしろって言われてもね、いやいや、どの期間まで遡って値下げしてあげるんだよってね、なるし、あとですね、前もってですね、値下げのアナウンスをしたらですね、もうですね、そのアナウンスした直前に買った人もどうせ怒るじゃないですか。だからもうね、誰も怒らないスムーズな値下げっていうのはね、やり方ないんですよね、これね。はい、まあ、中国こんなところで、で、今のはですね、1月6日にあった中国での値下げのニュースじゃないですか。で、こっちの方がですね、EV 市場にとって大きなニュースになったのが、なんとこれがですね、また引き続き、テスラがですね、今度ね、1月12日の夜に、アメリカでの値下げを発表したんですよ。アメリカでも値下げ発表したっていうね。で、これがですね、6% から最大 20% の値下げ。そして、さらにですね、アメリカではね、最近始まった、今年1月に始まっている100万円ぐらいの補助金っていうのが EV に出るんですよ。ってことで、合わせてね、合わせるともうとんでもない値引きになるわけじゃないですか。だからね、もう車種によってはですね、合計ね、200万円とか300万円下がる車種も出てくるってことなんですよ。この値引きでね、もう始まってるんですけれども。で、まあアメリカでももちろん怒ってる人いるわけですけれども、で、これ、イーロン・マスクはね、今回のね、中国とかアメリカ、特にアメリカですけれども、アメリカでの値下げの言い訳しなきゃいけないんですから、理由言わないとね。で、もちろんこれはですね、本当は中国とかでね、競合の EV メーカーが出てきたからとか、思ったよりもね、売れ行きが鈍ったからとかなんですけれども、でもそんなこと言えないじゃないですか。それで、まあ、値下げの理由としてイーロン・マスクが公式に言ったのが、急激な金利の変動で、業界の見通しは変わったからとか、あとですね、今ね、インフレが収まってきて、原材料価格が安くなってきてないけれども、安くなる目処がついたんでってことを言ってますね。それで、まあ、自動車のね、販売価格下げたって言ってるんですよね。まあ、今言ったのもね、これも嘘じゃないんでしょうけれどもね。ただですね、やっぱり一番は、アメリカの会社っていうとですね、すごいね、発表した決算の目標、決算予想とかをね、重視するんで、あ、これはもちろんいいことだと僕は思ってるんですけれども、それで、ちょっとですね、思ったよりも売れ行きが鈍ったんで、ちょっと値下げをしてですね、利益率は下がるんだけれども、売り上げと販売台数をね、達成させることにしたってことなんでしょうね。まあ、個人的にはいいと思いますけれどもね。あとですね、テスラが他の自動車メーカーってのは今ですね、逆にインフレでね、それで材料費が上がってるんで、値上げをしてるのに、これね、例えば去年ね、バッテリーの原料のね、リチウムイオン、まあリチウムですね。リチウムとかって15倍とかになってるんですよ、値段が。信じられないぐらい上がってますけれども。
なのに今これがねテスラ値下げができるってのはやっぱりですねテスラねトヨタの8倍の利益率があるからってそこもすごいなと思いますけれどもね。でもねこれ値下げの影響でこれも面白かったのがこれ消費者目線買う人からすると今回のねテスラの値下げっていうと素晴らしいってねみんな喜んでるんですよ褒めてるんですよ。それはもちろんね安く買えるからいいですよね。でもこれが投資家目線、投資家から見たらですね、とりあえずテスラはね、売上高、まずね、間違いなくね、値下げもした方が伸びるだろうけれども、ただですね、利益率とか、あとね、ブランディング的に大丈夫かってね、そういったね、目線、そういった意見があるんですね。だから、消費者と投資家からするとですね、今回の値下げに関するね、見方っていうと、見え方、これ変わってて面白いんですよね。ただこれね、値下げして大丈夫かって投資家わかるんですけども、例えばね、アップルとかもね、例えばこれ、製品すごい安くして売ったらですね、大丈夫かとか思うじゃないですか。なんかブランディングとかいろいろね。まあ、ただね、今回のテスラね、値下げしてるんですけど、そうは言ってもね、まだまだ価格は高いんでね、なんかこう、ブランディングがね、悪くなるってこともないとは思うんですけれどもね、大丈夫だと思うんですけれどもね。で、僕はですね、今回この大幅な値下げのニュースを受けて、どうなるかっていうのを見てたんですよ。何かっていうと、そう、株価なんですよ。だからね、中国の値下げとか、そして今回起こったね、一番大きなニュースだったアメリカでの大幅値下げ。これで株価がですね、どういうふうに動くのかと思って注目してたんですよ。そしたらですね、それ、アメリカでの大幅値下げ発表したその日、テスラの株価っていうのは僕ね、もしかして上がることもあるのかなと思ったんですけども、そしたらね、これね、やっぱ投資家目線の方が当たってるっていうか、やっぱこれね、下がりましたね。5% ぐらい下がりました。まあ最終的に 4% ぐらいで終わったのかな。結構ね、株価はね、テスラこれ、アメリカでの値下げを受けて、暴落っていうか、だいぶ下がりましたね。まあこれね、テスラの株価っていうのも最近ですね、これ、どこの会社もね、今年に入って、去年1年間で、とんでもなく株価下がってるんですけれども、他の会社っていうのはですね、だいたいね、2分の1ぐらいになってる会社って結構多いんですよ。ハイテク企業とかね。ただこれ、テスラはその中でもですね、去年1年間で4分の1ぐらいになってるんですよね、株価が。しかもね、ここ最近1ヶ月ぐらいで半分になってるんですよ。これはすごいなと思いますね。だいぶ下がってる方なんですけれどもね。あとですね、これからね、別のニュースとしては、これ結構面白かったんですけれども、今回、テスラはね、大幅な値下げをしたわけですけれども、それによってですね、ちょっと面白い出来事が起こっていて、まあ面白いというか、ね、いいことではないんですけれども、これがですね、テスラがすごい値下げをしたもんだから、テスラのですね、中古市場での値段も当然ね、その分下がるじゃないですか、当たり前ですよね。一気に暴落って言ってもいいと思います。で、高い価格でですね、テスラの中古車を買い取っていた中古自動車会社が悲劇に見舞われてるっていうね、それはそうなりますよね。テスラはですね、万年ね、在庫が薄かったので、新車のね、在庫って、だから注文してもすぐ手に入らなかったんですよ。そういったこともあって、結構ですね、中古自動車市場ではね、これ、テスラは新古車みたいな結構高い価格で売られてたらしいんですよ。かなり薄利になるけれども、それでも売れるだろうってことで、相当ですね、新車に近い価格で高値でテスラの中古車ってのは買い取られてたってことなんですよね。もう分かりますよね。ただこれが今回ですね、数百万円みたいな値下げになってるわけですから、もうね、これ中古車市場がね、えらいことになってるってことなんですよ。最悪ですね、中古車で買い取ったテスラの価格と今のね、値下げしたテスラの価格がそんな変わらないみたいなね、そんなすごいことになってしまってるってね、そんなニュースもありました。あとですね、他にもテスラのニュースとしては、テスラの株価がね、最近下がったのには、これ中国のね、工場をね、1月下旬に停止させるっていうね、リーク情報がですね、去年の年末にね、出回ったこと、それも大きいんですよね。ただこれは、これね、リーク情報だったので、まあ詳細、どんな理由でそうなるかっていうのはね、あんま、こう、明確にはね、だ公式発表じゃないですからね、明確にはなってなかったんですけれども、だから憶測っていうのもあって、テスラがね、中国であんま売れなくなったんで、減産かみたいなね、一時工場を停止させて減産かみたいなね、思った人もいて、それで株価下がったのあったんですよ。あとそれ以外にもですね、コロナで中国の工場は停止かみたいな、そういったね、憶測もあったんですよ。ただこれですね、去年12月にリーク情報が出て、だから工場が停止するって情報が出てですね、で、工場が停止されるっていうのは1月下旬だろうってニュースだったんで、まあそう考えたらね、コロナで工場が停止ってことはないですよね。で、これはですね、実際どうだったかっていうと、工場の生産ラインのアップデート、だから工場ちょっと変更するっていうね、そういったこととか、あとですね、これ言われてるのが、新モデルを作るために変更するんじゃないかって今は言われてますね。だいぶ時間経ったんで、リーク情報出た時よりもだいぶ時間経ったんで、本当の情報に変わってきてると思います。まあ、あとね、旧正月ですから1月下旬っていうと中国の、みんなね、休むのが普通なんですよね。だからまあ旧正月だから、ついでにですね、ちょっと減産も含めて、今年はですね、特別に工場休ますかっていうのもあると思うんですよね。まあ、ただ去年とかはね、旧正月とかも停止してないんですけれどもね。で、ちょっと最近売れてないっていうのはちょっとあると思いますね、前よりは。あとですね、他にもテスラのニュースとしては、人員の削減ってニュースもあったんですけど、これはですね、まあ、アメリカとしては結構あるあるなんですけれども、逆に人員削減のニュースが出ると、株価が上がったりとかするんですよね。
だから利益が上がるんじゃないかとかね、コストカットして利益上がるんじゃないかってことで、まあ、株価 1% テスラ上がりましたね。絶対上がるってわけでもないですけどね、上がることが多いと。あとですね、ついでにテスラ、これもちょっとテスラのニュース、まだ喋っていいですか、もうちょっと。僕ね、皆さん知ってるかもしれないですけど、めっちゃ喋りたいことある人なんですよ。普段からね、普段からあるんですけど、まあ、すいません、まだまだ喋ります。で、これテスラはですね、アジアで中国の次のギガファクトリーを作るって言われてたんですけれども、だから今あるのはね、アメリカに2つあって、ドイツに1つあって、あ、中国にもあるんですけどもね。だからアメリカ、中国、ドイツにあったんですけれども、で、もう一個アジアに作るんじゃないかって言われてたんですけれども、で、それがどこだろうっていうふうにいろいろね、言われてたんですよ。噂っていうか流れてたんですけれども、これがね、韓国じゃないかっていろいろ噂があったんですけれども、ただこれが先日ですね、まだ完全に決まった発表じゃないですけれども、先日あったニュースっていうのが、インドネシアのですね、ジョコビ大統領と一緒の写真っていうのが出ていて、で、ほぼですね、これ、次のギガファクトリーはインドネシアに作られることで決まりじゃないかってニュース出てましたね。これはね、個人的にも結構あると思います。なんでかっていうと、インドネシアって言ったらですね、トヨタとか日産とかのね、かなり大きい自動車の工場があるんで、自動車のね、生産は盛んなんですよ。で、さらにですね、これからテスラってどうなっていくかっていうと、今年はですね、特にアメリカで人気のピックアップトラックってのがあるんですよ。この形。これあるんですよ、これ。これがアメリカではすごい人気で、この形の EV、サイバートラックっていうね、テスラの自動車を出す、もうね、デザインできてるんですよね。で、これをね、今年販売するんじゃないかって言われてるんですけれども、まあ、販売イコール生産ですよね、製造すると。で、その次に出すのが、小型普通自動車の EV 出すって言われてるんですよ。だから、まあ、そのね、テスラ小型普通自動車の EV 出すってことは、低価格帯になると思うんですよね。そりゃそうですよね。で、それをですね、アジアでたくさん売りたいと思うんですよ。だから、アジアに工場も作っちゃうってことだと思うんですよね。それがインドネシアになるんじゃないかって話なんですよね。はい。ということで、テスラのみの話っていうとこんなところですね。で、ちょっとここからいろいろ話したいんですけれども、まずこれ話したかったのが、前回とか何回か最近触れてますけれども、EV の下取り価格の問題です。だからね、電気自動車ってのはバッテリーが劣化していくんで、普通のガソリン自動車と比べてですね、これ、EV ってのは買ってですね、数年だけ乗ってすぐ売ったとしても、すごい下取り価格が安くなるんじゃないかって話ありますよね。あれね、でもちょっとさらに調べたらですね、どうもね、言われてるほどそんなことはないみたいなんですよね。なんかね、昔は確かにそうだったみたいなんですよ。例えばね、初代の日産リーフとかだと、その時のね、バッテリーっていうのが質が良くなかったみたいで、劣化が早かったそうなんですよ。だから、初代の日産リーフの悪いバッテリーとか使ってると、なんかね、確かに下取り価格っていうのは急激にすぐ下がったらしいんですよ。それで、まあそういったね、EV っていうのは下取りの価格がすぐ下がるっていうふうに噂が広まってるらしいんですよ。ただそれが、今ですね、まあ比較的最近の電気自動車の中古取引価格っていうのを見ると、そんなね、急激に下がったりとかしてないらしいです、これは。ただこれね、一方ですね、もうちょっと具体的に言うと、この問題ね、10年後のバッテリーの残存率って言うんですけれども、だから、買ったばっかりのバッテリー、EV のバッテリーって言うと、充電してね、100% まで充電戻るわけじゃないですか。バッテリー使った後ね。ただこれが、10年後のバッテリーの残存率って言うと、60から 65% になっちゃうみたいなんですよ。まあこれね、10年後って書いてありましたけれども、まあ年数というかね、走行距離とか充電回数によると思うんですけれどもね、まあ60から 65% になっちゃうらしいんですよね。で、今ですね、トヨタなんかは10年後、だから10年後のね、バッテリーの残存率が 90% になるように目指して開発してるらしいんですよね。これですね、バッテリーの劣化っていうのはですね、物理的にいいバッテリーを使ったりとか、あとね、ソフトウェアで電気のね、制御なんかをうまくすると劣化が防げるらしいんですよ。こういうことも関係してると。まあこれですね、さっきも言ったように、中古市場ですぐに値段が暴落はしてないみたいですけれども、ただですね、やっぱりこれね、15万キロとか乗ってバッテリー交換しようとしたら、バッテリーだけね、だから中古市場に売るわけじゃなくて、自分でね、バッテリー交換しようとしたら、やっぱり今でもですね、テスラに限らず250万円とか請求されるっていうのは今でも本当みたいなんですよね。だから中古市場ですぐに値段が暴落してるわけではないんですけども、一方ですね、まあ、15万キロっていうとね、どれぐらいかかるんだろうな、人によると思いますけどね、これぐらい乗っちゃうと、バッテリーがいい加減劣化してきてですね、それでテスラに限らずバッテリー交換しちゃうと本当に250万円とかかかるっていうのは今でも本当みたいです。はい。そして次のニュースいきます。これがですね、結構これ話題になってましたよね。これが何かっていうと、トヨタがですね、タイに移転するんじゃないか、本社を移すんじゃないかって言われてたんですよね。これがですね、トヨタが今ね、タイの財閥と組んで完全に EV だけじゃないんですけれども、ハイブリッドとか使ってですね、真のカーボンニュートラルを実現しようとしているみたいで、これにですね、タイのね、財閥とかタイの政府とかも結構ね、歓迎しているみたいで、それで、まあ、日本とかもね、もういくつか忘れましたけど、2035か2040か忘れましたけど、そのぐらいに完全に EV に移行するとかって言ってますから、でもタイはそうじゃないみたいで、すごい歓迎されてみたいなんですよ。そのトヨタのやり方っていうのはね、ハイブリッドで移行みたいな。それで、最近ですね、トヨタがタイにですね、日本の記者とかを呼んで、いろいろですね、担当の人が話をしてるんですよね。それは記事になって結構話題になってるんですよね。
そこで、まあ、タイではね、今言ったように考えされてるって話とか、あとですね、トヨタっていうのはね、10年以内に本社をですね、タイに移すんじゃないかっていうね、ことも言われていて、まあ、多分移らないと思うんですけれども、でもね、それがすごい話題になってるんですよ。一応ちょっと紹介しておきました。はい。ということで、今日は以上なんですけれども、最後ちょっとね、僕の感想を喋りたいんですけれども、まあこれですね、まあこういった感じでね、いろいろとですね、EV の状況とかね、いろんな情報を調べると、やっぱりね、いろんなことを知るにつれて、正直ですね、現状ですね、トヨタがどう考えても正しいのは間違いないってね、より思っちゃうんですよね。ただそれと同時に一方思うのはですね、そんなことをね、じゃあテスラのイーロン・マスクは知らないかっていうと、それは知ってるに決まってるわけじゃないですか。だから思うのが、現状ですね、完全にトヨタが正しいんですけれども、ただですね、完全 EV 化の問題っていうのが、ね、いっぱいあるから、まあ、いっぱいあるんでね、トヨタが正しいってなっちゃうんですけれども、でもそのですね、完全 EV 化の問題っていうのを全て解決してですね、テスラが正しいっていう世界が、イーロン・マスクには見えてるんだと僕は思うんですよね。だからやってると思うんですよね。だから面白いのがね、今の状況だとトヨタが完全に正しい。ただ、テスラが正しい状況っていうのに、イーロン・マスクは変えようとしてるってね、ことだと思うんですよね。だからまあ、いろいろ変えてね、電気自動車が環境にも良くて、ガソリン車並みに安くて、ランニングコストも安いっていうね、そういう状況に持っていこうとしてると思うんですよね。だからこれね、なんか面白くないですか、これって。今の環境で最適化を図るトヨタと、すべてを変えて最適にしようとするイーロン・マスクっていうね。だこれがですね、なんかね、日本とアメリカの違いというか、まあ、歴史がないからアメリカは容赦なくイノベーションができるっていうね、そんなふうに僕ちょっと思っちゃうんですよ。あ、ちなみにこれね、イーロン・マスクっていうとね、南アフリカ人ですからね。南アフリカからちょっとカナダに行って、その後アメリカ行ってるんですよね。もちろん、若い頃にアメリカ行ってるんですけどね。言ってもね、でも大学生とかですよ。だから、20ぐらいまでね、19か20ぐらいまで南アフリカにいたんですよね。お母さんカナダ人とかだったと思うんですけれども。だから、アメリカ人に実はないんですよね。これ結構言うと意外、びっくりされること多いんですよね。アメリカ人じゃなかったのイーロン・マスクって言われること多いんですけど、ちょっとついでの話でしたけれどもね。あ、ただね、今言ったようにね、アメリカと日本の違いかなと思うところもあるんですけれども、ただこれね、問題ってのはね、イーロン・マスクはですね、中国の脅威、安全保障っていうのはあんま考えてなさそうなんですよね。もしくは受け入れてるのかって感じですけどもね。ただね、その辺ってのはね、これイーロン・マスクだけじゃなくて、アップルもグーグルも同じなんですよね。そこはちょっと気になりますけれどもね。はい。ということで、さてさてね、世界はどう流れていくのかっていうね。ちょっと EV の売れ行きもちょっと鈍化してるみたいですけれども、これからどうなるのかっていうね。2035年とかにですね、ヨーロッパなんかは完全 EV 化するっていう流れなんですけれども、これがだからね、これからなんかいろんなことがあって撤回されるのかどうかっていうのはね、まだまだ注目ですね。はい。ということです。バイバイ。まあ、あとね、一言だけ言っておくとね、毎回ですね、テスラをディスってるんだか褒めてるんだかってね、動画になってると思うんですけれども、まあ、なんていうかね、ある程度ちょっと正直に行きたいところもあるんで、そうなっちゃうんですけれども、うん、まあ、それでもね、ちょっとね、動画見てくれる人はなんかありがたいなと思ってます。ありがとうございます。